こんにちは、パナル在住の山田です。史上最高金額大幅更新、トランプ政治資金イベント、一夜で76億円ということで話をしていきたいと思います。 はい。えっと、まず最初に一つお知らせでございます。あの、今日だと思うんですが、サブスタックを更新する予定です。あの、裸の共産主義者シリーズですね。ちょっとここ最近バタバタしてたもんだから、あの、全然更新できなかったんですが、第2弾をこの後配信しようと思ってます。多分今日の、この動画をね、配信するちょっとしたぐらいのところで出せると思いますのでえ、気になる方はチェックしてみてください。一応概要欄と、あとはコメント欄のところにリンクを貼り付けます。はい。 で、あとは、あの、第四弾書籍なんですが、またね、あの、ここで見つけました、みたいな、あの、写真をね、いただいたんですが、あの、 相変わらずね、オカルト枠に置かれてるっぽいんですよね。えー、っと、これ、一番端っこのところで取りやすいんですが、えー、ルポー、アダチク、カオスシティ、アダチクのリアルとかね、えー、世界は奇妙なことで溢れている、ユーマ、UFO、エイリアン、キリスト、悪魔、鬼人、変人、超常現象とかね、復讐の教科書、えー、ガーシーの品場諸友とかもなんかもう、いろんな、この辺とかもちょっと読んだらね、あの、チャンネルバンされるんじゃねえかみたいな嫌な話とかいろいろあるんですが、はい。あの、何でしょうね、もうぼちぼち僕はあの、オカルト系 YouTuber とでも名乗 ればいいいのかなっていう,ふうに思ってきたんですが本当にね、本を置く人まあね、中身読むのは無理だと思うんですが、ただね、タイトルで判断するにしてもちょっとね、<laughs> どうなのかなって思っちゃいますよね。はい。 まあただ個人的に思うのがやっぱこの本のが端,端っこに置かれてるの個人的にいいなって思うんですよね。これどうなんでしょうあの、最下位なんでしょうかねこれ場所としては。これんで、ね、あの、横にも取れるし、下にも引っこ抜けるじゃないですか。だから非常に取りやすいところに置かれててよかったなっていうふうに思うところはあるんですが、あとなんか結構減ってる感があるので、その辺もよかったなって思っております。はい。えー、まあ、とりあえずオカルト系 YouTuber として頑張っていこうと思うんですが、あのね、ちょうど家にはあの化け物みたいな大きさになってきてる猫もいますし、あの、猫に化けてるタヌキもいますので、そう考えるとね、えー 案外間違ってないかもって思ったり思わなかったりっていう感じなんですが、はい。という、まあ冗談はさておきで、あの皆さん第四弾書籍ね、楽しんでお読みいただけたらっていうふうに思います。はい。 で、えっ、ー、と、今日なんですけれども、あの、大統領選挙絡みの話をしていこうと思います。特に歴史が塗り替わってるっていう話で、えっ、ー、と、4月の6日、フロリダ州のパームビーチにあるヘッジファンド経営者、ジョン・ポールソンっていう方の自宅で、トランプ大統領のための政治資金パーティーが開かれたんですね。で、これが今かなり話題になってますので、この件取り上げていきます。 で、えっと、今回のこの2024年大統領選挙なんですが、もうすでに、あの、歴代最高額のお金が動くっていうことがよく報じられてるんですね。えっと、おそらく日本円にすると1.5兆円レベル。なんで1、1兆5000億円ぐらい。 のお金が投入、あの、広告費みたいな感じでね、投入されるんじゃないかっていうことで、これ歴代最高額倍ぐらいになるんじゃないかっていう話なんですね。っていう、なんかすんごいことになっているんですけれども、えっ、ー、と、この4月6日のイベント、たった1夜で5050 50万ドル、日本円にして76億円集めたっていうことで、これね、史上最高額を大幅に更新してるって言われてるんですね。あの、何を調べてもね、その、史上最高額といえども、 えっと、何でしょう。今までのそのランキングみたいなもの、その一回のイベントでどれだけのお金が集まったかみたいなランキングってね、調べても出てこなかったので、まあ、これが果たしてそうなのかわからないんですが、ただ、後ほど紹介しますが、バイデンがどれだけ集めたっていうのが、えー、っと、歴代最高額だっていうふうに大騒ぎをしていた一週間後の出来事ですから、 ま、そう考えると、多分、あの、歴代最高額っていうのは間違いないかなっていうふうに思います。はい。まあ、ひとまずこの5,050 50万ドルっていうとんでもない金額が集まったっていうことなんですが、約100人が参加したパーティーで集められたんですね。で、ここはあの、特別ゲストっていう形で、あの、大統領選挙に出馬をしていた、ティム・スコット連邦上院議員であるとか、ダグ・バーガム、ノース・ダ・コタ州知事、あとビベック・ラ・マスワミーさんが登場したっていうことなんですが、 最近この3人よくトランプ大統領と一緒に動いてるんですよね。で、まあ、ティム・スコットさんはね、あの、連邦上院議員という役職があるので、それはさておきで、で、あの、ダグ・バーガムなんですが、あの、今、州知事やってますが、この後再選出馬はしないっていうふうにも表明してるんですね。まあ、なので、あのー、まあ、そう考えると次ね、そのトランプ新政権が発足してから、特にやることがないっていうふうに見えますので、おそらく、 その、閣僚入り目指してるんじゃないかっていうかの話ですよね。で、ラマスワミさんも同じような形で、あの、特に今あの、前の動画で喋りましたっけ あの、ビベックラマスワミに関しては、もう、国土安全保障省っていう、あの、移民関連を管轄している省のトップになる可能性が非常に濃厚っていうふうに言われています。まあ、特にあの、トランプ大統領のね、国境政策をそのまま、あのー、継承するような人物なのであの、非常に良い判断かなっていうふうに思います。ね。一応、第3弾書籍でね、悪いところはいろいろ書きましたが、あの、国境政策に関してはね、問題なしだと思いますので、えー、っと、まあ、そういうような人物が閣僚入りするという、するんじゃないかっていう話が出てきていますね。はい。 まあちょっと話は戻しまして、ひとまず今回このパーティーが始まる前の時点でもう4300万ドルは集まるっていうことで、もうこの時点で歴史塗り替えるって言われていたんですが、最終的にはまあ前人未到の5000万ドル超えみたいなすごいことになってたっていうことなんですね。はい。で、AP 通信が言うには、とはいえ、トランプ共和党は3月には6560万ドルを集めて手元資金が9310万ドルであると。 それに対してバイデン民主党は3月に9000万ドルを集め、手元資金は1億9200万ドルにも上るというところで、そのトランプとの差はかなり開いてるんだっていうふうに言ってるんですが、この辺もさ、本当に思うのが、トランプ大統領でもとにかくその裁判費用にお,費用にお金がね、ジャブジャブ使われてるんですよね。で、これを批判する連中たちがよういるのが僕も全く意味がわからなくて、で、ねえ、あの、 普通の感覚だったらもう今のこのね、明らかな司法の武器化っていうところに対して、頑張って対抗してるじゃんっていうふうにしか見えないわけじゃないですか。で、それを批判するのがまあね、こういうのが左翼の凄さなのかなまあわかりませんが。まあひとまずこんな感じで、あの、なんかトランプが集めてるように見えるけれども、バイデンの方がすごいんだぞみたいな感じの文になってるんですが、これあの、ちゃんと読めばね、 あの、若干ミスリード感があるのはわかるんですが、これはあのエポックタイムズが指摘しているのが、バイデンは歴代民主党、あのこの後紹介しますが、歴代民主党大統領とか音楽アーティストを大量に招いてえ開催したイベント3月末に実施して、そこでかなりの金額を集めたんですね。その史上最高額って言われてる金額。で、それが入った金額がこの AP 通信が言っているものなんですよ。 で、一方で、今回のこのトランプ共和党イベント、当然あの4月に開かれましたから、当たり前っちゃ当たり前なんですが、あの、この中には金額含まれてませんから、なので、あの、どうなのかなっていう風に言われているんですね。はい。とりあえずですね、今回のこのイベントは3月8日に共和党全国委員会新体制発足しました。あの、前の委員長のね、ロナ・バック・ダニエルっていう人が正式に辞任して、で、トランプ派の人がね、今どんどんどん,どん共和党の中に入ってきていますから、 そういう意味で新体制になってからの最初の大規模政治資金パーティーなんですね。はい。まあ、これは成功したっていうふうに言えるんじゃないかっていうことなんですが、じゃあその、 えっと、バイデン側の話ですよね。えっ、ー、と、3月28日にバイデン民主党ニューヨークシティで5000人が集まるような政治資金イベントを開催していたんですね。で、これはその一般的なその政治資金パーティーとはちょっと違っていて、本当にイベントっていう感じだったんですよ、えー。例えば、あの、ビル・クリントンとか、あとオバマみたいな、あの、元民主党大統領がね、出てきて、まあ、バイデンと並んで3大統領ですよね。 とか、あとは、ごめんなさい。僕、全く名前存じ上げないんですけれども、クイーン・ラティファー、どの人だったかなもう顔もわかんないんですが、多分この人かなはい。で、あとは、シンシア・エリボリ、リゾー、リー・ミシェル、デン・プラット、ミンディ・カーリング。はい。ごめんなさい。もう、あの、全然、本当にわかんなくて。はい。多分、歌にね、多少ね、覚えがある方からすると、おいおい、すげえ顔ぶれるぞ、みたいな感じなんですが、はい。えー、で、この中のね、誰だったかな 確かね、こ、この人かな僕、最初、ね、マツコデラックス感があ <laughs> るなって思ったんですが、この人が、なんかもう、このイベントの翌日に引退を表明するみたいな感じで、何があったのかなっていう感じなんですが、まあ、ひとまず、あの、こんな感じで著名アーティストとかも集めまくった上での金額だったのが、えっ、ー、と、2600万ドルということなんですね。はい。このイベントね、あの、パレスチナ支持者が集まってきて、イベント会場の外で大騒ぎをして、あと、イベントの中でも大騒ぎして、なんか、オバマがぶち切れてなんか言い返すみたいなこともあったりとか、 はい。ま、あいろいろごたごたはしていたんですが、ひとまず、あの、2600万ドルが集まりましたと。で、これが、その、 一日で集まる政治資金としては歴代最高額を更新したっていうことで大騒ぎになってたんですね。はい。まあそれがそのバイデンの勢いを強調する報道につながっていたんですが、例えば AP 通信は最高記録の2500万ドルを集めてバイデンはすごいのであるみたいな感じでね、えー、報じていたりとか、あと ABC ニュースもビッグネームが最高記録2600万ドルを集めるのを助けたぞと。 で、えっ、ー、と、ハフポストは、えっと、元大統領と、あとはハリウッドのね、ビッグネームたちが、最高記録2500万ドルをっていう風に言ったりとか、あと CBS ニュースも最高記録を更新するイベントを開催っていうことで、 もう基本的に口を揃えて、このバイデン民主党が集めた約2600万ドルっていうのは、歴代最高額であるというような報道をブワってしていたんですね。それで大騒ぎをしていたんですけれども、一方で今回のトランプ大統領はって言ったら、これ相当すごいのが、まずそのね、主要なメディアってさっきも言いました、一度のイベントで集めた金額として史上最高額を更新したって報じて騒いでいたんですが、トランプ大統領はその約1週間後には、もう倍近い金額を、 しかもその著名アーティストとか、元大統領の力を借りずに、自分の名前だけで集めてるんですよね。まあもちろんトランプっていう名前で、あの元大統領って言われるのはその通りなんですが、ただ、バイデンはね、その現職大統領。で、えっと、8年間任期務めた2人のね、大統領たち。で、それだけじゃなくて、あの、名だたる、ちょっと僕は存じ上げなかったですが、あのアーティストがブワって出てきてっていうような感じで、それで、 それを倍近い金額、トランプ大統領5,500万ドルですから、もうほぼ倍ですよね。を集めてるっていうのは、まあ相当勢いがあるどころの話じゃないんですよね。はい。あとこのイベントもなかなかすごいですよね。あの、内容でね、その、オバマとかクリントンが出てきただけじゃなくて、例えばあの、チャック・シューマーっていうね、民主党の上院リーダーも、ジじいですわ。はい。ジジイがなんか、 あの、公演みたいな感じで喋った後に、ああいうアーティストが、その、なんか、や、ね、パフォーマンスをするみたいな感じで、その、高低差すごいですよね。あの、あ、堅苦しい話をやったかと思いきや、アーティストがうわーってやるみたいな感じで、こういうもんなのかな。僕ちょっと、これね、よく言うじゃないですか、あの、高低差すぎすぎ、すごすぎて耳キンってなるわ、みたいなね、ツッコミがあったりとかするんですが、もうまさにあれかなって思ったんですが、という話はまあちょっと横に置いときまして、とりあえず、この、各メディアが、 最高記録を更新でどうのこうのって大騒ぎをしていた約一週間後に、えー、まあ、トランプ大統領自分だけの名前でそれを更新してるっていうね、すんごいことになってますということですね。はい。で、まあ、あの、これからもわかる通り、あの、今、そのトランプ会帰の動きが本当にすごいんですよね。メガドナーって言われていた人たちが、基本的に最初は、あの、トランプ大統領以外、例えばデサンテスさんであるとか、ニッキー・ヘイリーであるとか、まあ、いろんな別の、あの、候補たちにお金を流していたんですが、それが、あの、流す のをやめただけではなくて戻ってきてるんですよね。はい。まあ、なのであのー、まあ、これを良しとするかどうかは別としましてあの一つそのトランプ大統領の元で集まりつつあるっていうのは一ついい傾向なのかなっていう風に思います。はい。でえー、っとこのバイデンがね。 そのセレブたちとなんかもうドン騒ぎをしている一方で全く同じ日なんですがトランプ大統領本当に対照的なことをやっていましてえっ、ー、とこのバイデンがこのドンちゃん騒ぎをやったのがニューヨーク州なんですよねでえっ、ー、とトランプ大統領も全く同じニューヨーク州にやってきていましてあの殉職した警察官の方の葬儀に参列していたんですねこれ2日間にわたって行われましてその初日にトランプ大統領顔を出していたんですが ええと、まあ、これ非常に重要な話にも今なっているので、ちょっと簡単に経緯を説明しておきますと、3月25日の夜6時頃にバス停に止まっている違法駐車の車を発見しましたと。 いうことで、えー、こちらの、あの、ディラーっていう方がね、あの、相方と一緒に、あの、近づいてって、な切符を切ろうとしたんでしょうね。あの、コンコンコンっていう風に、その、窓、ね、運転席に座ってる人にやって、あの、窓下げろという風にやったところ、えっ、ー、と、窓下げもしない。で、手上げろって言っても手も上げない。ってなったところで、拳銃出してきて、至近距離で、えー、ガイ・リベラっていう人物がね、パーンって一発撃ったんですね。はい。これが、その、もう、あまりの至近距離、なんか2メートルもないぐらいだったってことなんですが、もう、防弾チョッキ着てましたが、それを貫通して、 で、亡くなってしまったということだったんですね。はい。で、結局、後に分かったのが、その撃ったやつ、このリベラっていうやつは、えっ、ー、と、民主党の極左政策である、あの、ソフトオンクライムってあるじゃないですか。まあ、ざっくり言うと、その犯罪者に優しく、で、被害者に厳しくっていうやり方ですが、あの、まあ、その犯罪をするっていうのは病気であるっていうことを前提で、いろいろ話を進めてるんですよね。病気っていうことは、治療をすれば治るんだと。 で、刑務所はその治療をする場所ではなくて、そこにいればいるほど病気っていうのは深刻化していってしまうから、刑務所には極力入れないようにしましょうと。で、えっ、ー、と、そういう人たちにはカウンセラーによるね、話をすることによって、えー、犯罪を防止することができるようになるんだ。だから、警察官よりもカウンセラーを、まあ、ソーシャルワーカーみたいな人たちを、 増やした方がいいんだっていう、まあ頭の中お花畑理論なんですが、まあそれの一環で、えっ、ー、と、放出されていた一人だったんですね、えー。過去に21回の逮捕歴を持つ、えっ、ー、と、まあそういう、まあ凶悪犯罪者だったわけなんですが、 ま、残念ながら、その人にやられてしまったと。で、えっ、ー、と、さらにはですね、この時一人だけではなくて、後部座席に別の拳銃を、あの、も、違法に所持していた、過去14回の逮捕歴と、あと殺人未遂で収監されるもえ、仮釈放される、されていた、えー、リンディ・ジョーンズっていう人もいたんですね。はい。まあ、こいつも結局その過去にその裁判とかをすっぽかした経歴とかがある人物なんですが、あの、問題なのがあれなんですよね、その殺人未遂みたいな危険なことをやっておきながら、また違法に拳銃所持したってこと、 とかかか発発見されててていいいるうことででで、まあ、今回は、ね、発砲ししいなないなんんすすが、まあ、何が何起きてもおかしくなかった状況なんですよねみたいなことがあったんですが、ここで命を落としたのがジョナサン・ディラーっていう方なんですが、彼、えっ、ー、と、御年31歳ってことは僕より若いんですね。で、えっ、ー、と、もう1歳の息子さんが昨年生まれたばっかりだったっていうことで,で、あと奥さんとその2人だけが残されちゃったっていうことなんですね。 ま、その、あの、葬儀があるっていうことで、トランプ大統領はそこに参列をされていたということなんですが、一方でバイデンは、え、どんちゃん騒ぎをしていて、で、しかもその後にね、え、トランプはなんかゴルフ三昧で遊んでばっかりだけど、バイデンは、え、国民を一つにするために頑張っていろんなところを回ってるんだ、みたいなことをしてるんですが、あの、これを見よっていう話ですよね。 で、えっ、ー、と、このトランプ大統領のこの参列に関してね、いろんな話が出てきていまして、あの、ちょっと一応注意喚起っていう話もしておきたいと思うんですが、例えば、あの、トランプ大統領がこの殉職された方の、あの、住宅ローンをね、肩代わりしたっていう話が出ているんですね。これあの、 トンネルトゥータワーズっていう、そういう団体があるんですよ。あの、法執行機関の職員が、その、と、ね、あの、殉職をされたときに、えー、例えばその住宅ローンが残ってた場合は、その遺族が、ね、払わないといけなくなるじゃないですか。その遺族が払わなければならない大変な住宅ローンとかを肩代わりするっていうね、そういう、あの、団体が9.11以降に誕生しているんですが、 えっと、そこが肩代わりしたってことはこれ報じられてるんですね。で、その後にトランプ大統領がその、えっ、ー、と、トンネルトゥタワーズっていうところにかなりの金額を出して、で、まあ、要は、 間接的に肩代わりしたみたいな話が出回ったんですが、これね、いまいちその、裏取りができるような話が出てきてませんから、まあ一応ね、これ最初ね、テレグラムで出てきた話なので、もう余計ちょっと怪しさが出てくるんですが、あの、ちょっとこれはね、あんまり話半分ぐらい聞いといた方がいいかなっていうふうに思います。はい。で、あとは、この葬儀ね、2日目のところで、ニューヨーク州知事がね、えー、と、民主党のあの、ホークルってやつですが、 なんか、追い返されたって話があるんですよね。はい。これもね、あの、いろんな報道が出ていまして、とある目撃者によると、ホークルがやってきました。で、男性が一人割って入って,てめ、何しに来やがった出ていけみたいな感じで、追い返したっていう話が最初出てきて、ところがその後出てきたのが、いや、あの、いろいろその、何でしょう。 あの、形式的な話をして、で、その3列はね、というか、何、その、なんかすごいことはできなかったけれども、えー、一応形式的なことは済ますことができた、みたいな話も出てきているので、これもね、ちょっとよくわかんない状況になってるんですね。はい。まあ、なので、あの、ちょっとこのトランプ大統領絡みと、あとはニューヨーク州知事絡みの話は、 一応、あのー、何でしょう。変な話が紛れ込んでる危険性がありますので、そこだけご注意くださいねっていうことにしておきたいと思います。はい。まあ、どちらにせよですね、今回このトランプ大統領バースバイデンっていうね、えー、だとまあ、ロバート F ・ケネディ・ジュニアなどなどもいるんですが、えー、この2024年大統領選挙、えー、1兆円以上のお金が動くっていうふうに言われていますが、えー、その中でもね、歴史を今回作ることになった、えー、そんな集会がありましたっていう話で、今回終わりたいと思います。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。えー、最後は昨日 夜ですね、えー、ジャガデブタヌさんたちの、まあ、思い思いの寝方なんですが、デブちゃんはいつもここでね、丸まってきれいに寝ていまして、で、タヌキ君はね、よくこの上でひっくり返ってるんですよね。で、ジャガ君が基本ね、どこに行っててもはみ出してるんですよ。あの、丸まって寝なくてですね、基本こうやってはみ出してるんですね。すごいですよね。尻尾ははみ出す、足もはみ出すみたいな感じでね。え、これぞ、あの、頭隠して尻隠さず状態なんですが、本当にすごい状態に寝てますよね。はい。ということで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。失礼い,いたします。